ケ先駅は奈良県四季郡川西町ケ先で屋敷にある近畿日本鉄道柏原線の駅。駅番号は B34。相対式2面2線のホームを持つ地上駅。ホーム有効長は4両分。駅舎は2番線ホーム側にあり、反対側の1番線ホームへは構内踏切で連絡している。天理駅管理の友人駅で、 ピタパーイコカ対応の自動改札機及び自動生産機が設置されている。近年における、当駅の1日乗降人員の調査結果は、以下の通り。川西町町内巡回バス、川西コスモス号駅前に乗り入れ、欠先駅前停留所が設けられている。土急及び、年末年始は運休となっている。天理市、コミュニティバス、伊調号土急及び、 年末年始は運休となっている。ABC 曽根悟る、週刊歴史でめぐる、鉄道全路線大手私鉄3号近畿日本鉄道に、朝日新聞出版、週刊朝日百科、2010年8月29日、11から13ページ。ISBN 978から4から02から34万133から4。平成19年4月1日から、 近鉄主要路線で IC カードの利用が可能になります。近畿日本鉄道、http コロンスラッシュスラッシュ www.kintetsu.jp スラッシュニューススラッシュファイルズスラッシュ ICCART20070130.pdf2016 年2月26日日閲覧 ?ab 駅の情報決先。近畿日本鉄道。 2021年6月17日閲覧。駅別上工人員奈良線か市原線天理線、近畿日本鉄道、町内巡回バス、川西コスモス号の時刻表、ルート、川西町。2016年2月26日閲覧。ありがとうございます。